はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。死神でございます。最近どうですか、死神さん。うん、最近逆転オセロニアっていうゲームをやってるんですけど。あ、僕もやってるんですよ、逆転オセロニア。あ、じゃあ戦ってみます。いいね。じゃあここにちょうど顔に書いても大丈夫なペンを用意したので、負けたやつは顔に落書き、オセロ対戦。イエーイ、おめでとう。それではね、早速、対戦したいと思います。あの、何ですか。何これ、どうしたのお前。本当に書けるかなと思って、これが、はい、ちょっと死神くらい試してみたけど、手とかにやればいいじゃん。ちゃんと書けるね。いや、手でも試したよ。でも顔で。お前眉毛描いてね。眉毛描いてね。ちょっとわかるね。うん。死神くんはさ、うん、このオセロニアのキャラでさ、はいはいはい、一番好きなキャラとかあんの？あ、そういうかと思って表示してありますよ。タイガーリリーっていうキャラクターで、はい、あの部族的な帽子をかぶってる女の子で、まあセクシーでも可愛いんですけど、うん、あのまず置いた時に、うん、自分が通常攻撃やるのとともに、そのそれの追加ダメージ 1.1 倍ぐらいの追加ダメージを相手に与えるっていう、だから実質なんか置いた瞬間に2倍ダメージぐらい相手にいくっていう。なるほど、ありがとう。俺の好きなキャラっていうか、まあまあ正直なんかあんま俺分かんなくて、あ、まだ始めたてだもんね。始めたてだから分かんなくて、うん、でまあ一番強そうなやつ、シエスーミンっていうね。シエスーミン、そう、かっこいいでしょ。でも見た目はかっこいいでしょ。めっちゃゴージャス。え、竜浮いてるじゃん、周りに。そう。もういつも大好きすぎて、こうやってこうやってね、こうやっていつもこうやって見れてます。じゃあ早速1回戦やってっか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、来たわ。よろしくお願いします。よろしく。あ、なんかフィールドがすごい、なんか白い。ここは任せてもらおうか。あ、ペイントさんからですかね。任せとけ。これはまずね、様子見ですよ。はい。いや、僕ちょっとね、ペイントさんの手元を今見て何持ってるか。ほんま。でね、僕のやつさっきお気に入りって言ってて早速置くんですけど、はい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 、僕のやつはちょうど1枚ひっくり返せるように置くとスキルが発動するんです。へー。こうやるとまず置いた時のダメージプラスこの子の効果で2倍入る。ムカつくんだ。なんで、なんで。何その手術してんの。ここじゃ、隣合わせに置いてきた。あ、ミスった。あ、え、いや、ミスってない、大丈夫、ミスってないよ。めっちゃ可愛いよ。そう、こうやって可愛い子を置いて、はい、死神くんの気持ちをこう見出すっていう。じゃあその子僕にちょうだいです。最低だ。お前本当に最低だな。でも自分のものにしたから、はい、恥を取るぞ。あ、そうじゃん、恥取られるじゃん。そうじゃん、オセロすれば恥取れば。オセロといったらね、恥は結構強いとこですけど、取られない。オセロニアはね、必ずしもそうではないから。そうだよね。スキルをうまく発動させていきたい。じゃあちょっとやりますよ、この2体の連携。え、あ、もうドバーン。ねえ、体力差がやばすぎるでしょ。もうお前、でも結構強いの出しすぎ、本気出しすぎて。オセロの戦い方がわからないんですよね、僕。オセロはなんかコツとか。あ、オセロのコツは、はい、ここ。なんでかけ。よっしゃ、ここ斜め取るぞ。あ、やばいじゃん、僕もほとんど残ってないじゃん。え、あ、でもまだ全然削れてない。あ、でも待って、ひっくり返せる場所が1個とかしかひっくり返せないな、この感じだと。これはもうオセロの差が出てますね、ここでは。おせさ、おせさ、おせさです。はい。あ、それはありよりのあり。この位置、ありよりのあり。ありよりのあり。ありでしょ。え、ここだ。あ、大丈夫。え、そうじゃん。うわ、あ、それはね、なしよりのなし。なしよりのなし。なしよりのなし。わけわかんない、ちょっと会話成り立ってないから。ちょっと待って、でも回復がない、俺。あ、体力的に結構厳しい。うん。え、待って、でもここに置くと何か動き。いやー、あと1400。ねえ、ちょっと待って、もう準備すんのやめてくんない。あ、
なんか本当に普通のオセロだったらめっちゃ俺勝ってるけど。そうだな。じゃあここに置いとこうかな。こう取るとねダメージ受けちゃうんですよ。え、あそっか、そのマスによってもなんかあるんだね。はい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 。頑張れ。え、負けたじゃん。負けたじゃん。頑張れって言っちゃったけど。ペイントさんだから黄色でいきますか次。黄色？黄色って肌に合う？肌にかけるのか。見えねえじゃんか。くすぐったい。痛いよ痛い。もうメガネかけてるみたいな。ここ繋いだらもうメガネ。そうですね、いつも通りよ。ペイントさん、ヒントさんって手加減されるの嫌いですか？嫌いだよ、分かってんだろ。お、リードを超えてきてる。リード？HP が 19,680。 あ、もう僕のこの本気まで。え、そんな強い敵持ってたの？まあまあまあ。僕、オセロにある程度やってるから分かるけど、なんか公式が用意してくれてサンプルデッキみたいなのがあるんですよ。あ、お試しデッキというやつ。はいはいはい、お試しデッキ。でもこれも自分のデッキだよね。じゃあだって今俺のデッキじゃなかったら負けるもん。じゃあやりますよ。はい。まあこれでもうほんと死神くんが僕に勝ったら、はい、もう本物だなっていう。お前、え、このさ縦に3-3で並ぶ配置ってありなの？構成、うん、的には。わかんない。なんか結構僕ってこういう配置すると、うん、こう結構最初から2個取れるじゃないですか。あー、ほんとだね。ダメっすね。ペイントさんも1個しかないんですよ。ダメっすね。ダメっすね。あれ、俺のオセロ力が低下している。ちょっと待ってくださいよ。まあでもね、はい、追い込まれてこれ逆転するのがやっぱ、まあそうですね、逆転オセロニアなんで。あ、そっか、そこに置くとめっちゃ、しかも端っていうね、バチコーンっすよ。バチコーンだ。なんかビリビリしてる。あ、カウンター、何これ、何逃げた通常攻撃の140% のダメージを相手に当てる。じゃあこいつひっくり返したらやばい。やばい、うん、落とし目。はぁ、難しいなそれ。じゃあ僕もちょっともう容赦しないんで、はあ、ここだ。クライシスロンド、あー、コンボで回復して、はい、毒ヤーツ。その毒ヤーツ。え、毒？毒ヤーツですよ。どういうことですか？ドクロマークだからこれ多分毒でしょ。表になっている間毎ターン600ダメージ強いじゃん、そんなの。うん、戦略的に戦うとしたら、うん、こいつをこうやって引っ張って、毒効かないようにしていけばいいわけですね。どんだけ俺の顔に描きたいんで。なに、はい、え、やってみ、向けてみ、もう最悪。最悪。ということで最後に、まだオセロニアをプレイしていないそこの君に特別な情報が。なんと今始めると S5 確定超絶ミラクルガチャができます。さらに12月30日までにオセロニア始めた人に豪華賞品が当たるお年玉プレゼントくじを開催中です。もう始めちゃってたっていう人でも、今久しぶりにオセロニアをプレイすると星のかけらがもらえるキャンペーンとかもやってるんで、うんうん、ぜひ始めてた人もまたやってみてください。それではみんな、今回はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。